はい、格闘速報です。ライジン37またまた欠場者についてです。ライジン37は裏面とも言われた井上直樹 vs 滝沢健太が、井上直樹選手の怪我により試合自体がなくなりました。そしてケラモフ vs 朝倉トップチームの初期係白川ポテトヘッド天然アホの子も左腕の腱を負傷し欠場となり、山本空選手がショートノーティスで出場することになりました。そして今回佐々木うるか vs 中原芳樹の試合も変更になりました。なんと佐々木うるか選手が新型コロナにかかってしまい欠場となり、代役に関哲也選手が出るそうです。ただ試合前1週間でのショートノーティスですので、スタミナ面、減量区などで万全な状態ではないでしょう。このように楽しみにしていた参戦が全て変更と、ドタバタ興行の来陣です。実は先週コロナにかかったということですので、その時点で欠場が分かっていたはずなので、早くファンに伝えるのも来陣の役割ではないでしょうか。このままではどんどん信頼を失ってしまいます。ちなみに関哲也選手は佐々木うるか選手の練習仲間で、来陣初参戦で神田光也選手に TKO 勝ち、そして堀江義則選手には TKO 負けを喫し、今年5月のライジンランドマークでは原口選手に判定勝ちするなど地味強の選手です。ここで一皮向けるのか、もしくは中原芳樹選手のモンスター的な強さが見れるのか、期待の一戦です。以上となります。それではさよなら。